You're listening to Shibuya Cross FM。時刻は午後4時を過ぎました。里見しのぶのエンパラダッシュ、パーソナリティの里見しのぶです。本日の渋谷も、今ね梅雨が来てるからしょうがないんですが、どんよりと曇っており、雨は今降ってませんね。昨日一昨日あたりから台風が、九州の方に上陸しているそうです。鹿児島とかね、熊本が大変な今ちょっと今雨で被害に遭ってるそうなので、ぜひお気をつけください。雨がどんどんこれから、西から、東の方に、台風がね流れてくるということなのでお気をつけてください。本日も素敵なゲストをお迎えしてお送りいたします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。それでは今日も1曲目、里見しのぶであやめ川聴いてください。ゲスト、竹川美子さんです。どうも、竹川美子です。どうぞよろしくお願いいたします。初めましてですよ ね、 はい、ね、プロフィールさっきね、いただいて見てたら、拝見させていただいたら、はい、AB 型ということ で共通点が結構ね、はい、ありまして、そうなんですよ、ね、今日今ねミルクティー飲んでたら、はい、ミルクティー好きなんですかということでね。そうです、私も大好きなので大好き、ね、なんか嬉しくなりましたやっぱね、そうそう、ミルクティー、コーヒーよりも私も、はい、ミルク、紅茶派なんですよ。あ、一緒です、私もなんですよ、うん、コーヒーは活性酸素を発生させるから、はい、ミルク、紅茶の方がいいですよ、はい、紅茶の方が、ね、いいですよね、はいはい、そんなことはまあどうでもいいんですが、はいはい、ちょっとね、プロフィールだとかいろいろお聞きしていきたいと思います、はい、
本名は言っていいの？本名は漢字そのまんまなんですね、松竹梅の竹に三本川に美しい子供の子と書いて、芸名の方が竹川と濁って巫女なんです、巫女さんね。で、それが芸名、本名は竹川よし子なんです、ね、はい、ちょっと紛らわしい名前なんですけどね、はい、なんで本名で行こうとしなかったの？歌手にね、なるのに、その芸名もいろんな名前が上がっていて、マリンとかリンとかいろんな名前が上がっていたんですけども、で、まあ美しいってミって読むじゃないですか、だからミコ、その時の佳子様とか眞子様とかいろんな話が出ていて、で、ミコ様、ミコ、いいかもねっていうなんかいろんな皆さんとの話で、で、竹川と濁ってミコ、語呂がいいというか流れもいいんじゃない、綺麗じゃないかということで、なるほど、はい、はい、はい、そんな竹川美子さんですが、はい、ご出身が広島県出身なんです、安芸郡府中町というところで、なんか府中町って聞いたことあるな、はい、府中町は車の松田のあるところでありましてですね、はい、そこの生まれなんです、はい、で1月6日に生まれて、はい、そうです。え、何年生まれと聞いていいんですか？全然 OK です。54年ですから、はい、今年40になりました。あ、見えないですねここね、生年月日書いてない人は大概聞いちゃいけないんだけど、書いてないけど大丈夫だったんですか？全然はい、年齢隠してないのでそうか、よかったよかった、はい、で、はい、その広島で生まれて、3人兄弟の私末っ子なんです。 お兄ちゃんがいて、お姉ちゃんがいて、私が3番目なんですけど、で、まあ、父の影響で演歌を歌うようになりました、お父さんが歌が好きだった、はい、春日八郎さんの大ファンで講演会に入ってまして、で、まあ、家の中でも車の中でも春日八郎さんの歌が流れている状態で、で、まあ、幼い頃にその父がこう春日さんの歌をね、歌っていたのをもう覚えていて、それに合わせて私もうーとかーとか言いながら、どういう歌を歌ってたんですか、小さい時？でも最初はやっぱりその父の影響でその歌も聞いてましたけど、アイドル、中山美穂さんもなんかそのアイドルでこう前世でやっている時、わかるわ、その時に私も大好きで、中山美穂さん、ね、ミポリンが大好きで、本当はアイドルになりたかったでしょなりたかったってわけでもないんですけど、私アイドルになりたかったのでもないんですけど、なんか好きで真似をして歌っていたりとかもしていて、はい、で、まあ、小学校4年生の時に初めて、カラオケ大会で人前で歌うのがあって、まあ、最初ちょっとすごく抵抗があったんですけど、でもなんかそれがきっかけで、なんか演歌もいいなと思うようになりまして、カラオケ大会で演歌を歌ったんですか？はい、そうなんです、はい、それまでは、まあ、その時何を歌ったんですか？その時には綾瀬ひとみさんっていう方の哀愁岬という歌があって、それをちょっと道のくばんかもいい歌ですよね。道のくばんかもいい歌なんですけど、その時ちょうどその歌を歌われている時で、父に最初教えてもらって、はい、歌ってました、お父さんがじゃあ教えられるくらいお上手だったの？まあ、上手っていうか、まあ、歌がやっぱ好きで、でやっぱ父も若い時に、春日さんに憧れてたから、歌手を目指していたんです。それがね、夢が叶わず、まあ、娘にっていうような感じにもなるんですけれど、でも、まあ、歌手になりたいなって強く思ったのが、NHK の、のど自慢で、出たの？はい、チャンピオンに、今週のチャンピオンになったんです。なったの？はい、おー、すごい。広島県の江田島町大会に出た時に、でその時に歌手になりたいなって強く思って、でそこからまあそういう大会とかいろいろ出るようになりまして、歌手になるためのきっかけを作っている時に、作曲家の加納玄大先生ですね、小林明さんの自動車唱歌とか、昔の名前で出ていますとか、いろんな作曲をされている先生に弟子になりまして、お弟子さんだったのね。はい、うち弟子というか、まあ、先生のところに行きまして、お先生、私と一緒だ、はい、三島に住んでますので。三島ってどこだ？静岡県です。はい、静岡にいらっしゃるんだ。はい、先生は静岡の三島に住んでらっしゃって、で先生のその三島の お自宅には、住んでないんですけども、そこから20分ぐらい離れている伊豆長岡という温泉町があって、そこに私はまあその旅館さんのところの、自宅をちょっと仮住まいさせていただいて、でそこで、アルバイト
コンビニでアルバイトをしながら、はい、あのそこにお姉さん芸者さんがいるので、芸者さんたちが踊りとか三味線とかいろんなことを芸事をされているので、あ、うん、あの私もやっぱり歌だけではなく、うん、そういうこともなんか身につけてた方がいいんじゃないかということで、うんうん、私も興味があったので、うん、アルバイトをしながら、うん、あの三味線民謡、うん、細棹の方ですけれども、はいはい、で、踊りと、うん、あのお稽古しながら、うん、教えてもらって、はい、それは誰に教えてもらったんですか？これはあの東京からあの花江切の先生が、あの見えて、はい、あのお稽古させてもらって、お芸者高かったでしょう。でも月に5日とか6日ぐらいで1万円ぐらいなんですけど、あ、いや、まあね、それはすごく安く、ね、はい、してくれましたね、まあ、はい、なんですけど、うん、まあ、そんなわけで、うん、いろんなお稽古事をさせていただきながら、はい、で、まあ、先生のところに通いながら、先生のところにも行ったりして、うん、歌をたまに聴いていただいて、あんまりこう、うん、レッスンというレッスンはあまり先生しないので、ないのよね、私もほとんどなかった、デビューする時ぐらいかな、はい、そうです、うん、たまに歌を聴いていただいて、はい、あのアドバイスしていただくぐらいなので、うん、あとはもう本当にあの自分で練習をしてっていう感じで過ごしてました、うんうんうん、でそれは何歳から何歳まで？19歳の時に、うん、あの広島から出てきてで24歳になってから、うん、あの歌手としてデビューをしました、うん、ということは5年間？そうですね、はい、平成3年ですね、だから、うん、あ、平成15年だから2003年になりますね、うん、はい、あの江釣子の女という歌でデビューさせていただきました、うん、その歌結構皆さん歌ってましたよね。そうですね、共作ですよね。共作と言いますか、うん、私のデビュー曲なんですけども、うんうんうん、その後に、うん、あの成瀬翔平さん、はい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 、はい、今同じ事務所の先輩でもあるんですけども、その成瀬翔平さんにも江釣子の女を歌ってもらって、うん、で逆に成瀬さん、作曲は誰ですか？作曲は師匠加納先生です。あ、そうなんだ、はい、で成瀬さんの大ヒット曲のはぐれこきりこを私が逆に歌って、はいはい、お互いの歌を交換してということで、1枚のシングルにしたことがあって、なので男性の方女性の方、うん、いろんな方にね、うん、歌ってもらえるようになった曲でもあります、うん、あ、はい、私が、まあ、横浜にちょっといた時に、はい、あの知り合いの方がね、曲その曲が好きでよくカラオケでね歌われてました。そうですか、嬉しいです、うん、ありがたいですね、はい、はい、で、デビューした時は東京に、はい、いらっしゃったんですか？東京にはいなくてですね、ずっとそこにいらっしゃったの？伊豆にずっと20年間住んでいて、あのちょうど去年ですね、うん、去年東京へ出てきた、一人暮らしをスタートしたばっかりなんです。それまではあの伊豆長岡で、うん、あのずっと生活をしながら、うん、歌のお仕事を行ったり来たりという感じで過ごしてたんです。はい、それも珍しいですね、そうですね、伊豆長岡でね、はい、そうなんですよ。で、デビューされて、ちょうどデビューして、うん、5月21日がデビュー日なので、うん、今年の5月21日で満16年、はい、17年目に突入しました、うん、はい、じゃあもうデビューしてからは歌だけでやっていけました、はい、食べれたんですか？いや、でもやっぱりいろんな、まあ、お仕事をしながら、うん、まあ、そこの伊豆にお世話になってきていたので、うん、そこでいろんなこうなんて言うんでしょうね、お世話になっているところで、うん、歌のお仕事をしながら、うん、ちょっとアルバイトじゃないですけれども、うんうんうん、まあ、旅館さんでちょっとアルバイトじゃないですけども、はいはい、しながら、うんうん、っていうこともありました、うん、はい、ちょっと待って、その時っていうのは、はい、伊豆にいる時は事務所はどこにいたんですか？東京の事務所ですよ、もともとあの事務所、笹みどりさんの事務所に最初、はいはい、ゆきてという事務所に所属、ご一緒させていただいたことあります、一回だけ。あ、はいはい、あの最初は、うん、その笹みどりさんの事務所に所属させていただいていて、うんうんうん、はい、なるほど、はい、ね、そのデビュー曲ではないんですが、はい、1曲目は、はい、新曲のカップリング曲ですね。そうですね、はい、でカップリング曲ちょっとじゃあご自分で紹介していただきましょうか、はいはい、竹川美子の、新曲三年椿のカップリングの曲ですね、命の鎖という歌を聴いてください。はい、
はい、新曲のカップリングで命の鎖聞いていただきました。はい、ありがとうございます。なんかオープニングのメロディー、はい、メロディーラインがなんかド演歌ではなくて素敵なね、そうですね、ちょっと優しい感じというか、こうメジャー調の曲で、うん、冒頭にちょっとキンコンキンコンって鐘が鳴っていたと思うんですが、あの鐘は何、これからなんか結婚式が始まりますみたいな感じを思わせるような感じなんですけど、この曲自体、うん、あの歌自体がですね、うん、あのいろんなことが今まであったんだけども、うん、ようやくなんかこう本当の幸せに巡り合えたという幸せな歌なんですよ、うん、あ、巡り合いたい、巡り合いたいですよね歌で巡り合って、うん、実生活でも本当ですよ、実生活で巡り合いたいですよね頑張りたいと思います私も。聞いていいのかな、彼氏とかいらっしゃらないの、ね、結婚もないの、結婚もしてないです、一回もないです、未婚です、結婚できるかしらっていう、未婚だから未婚にしたとか関係ない、いいですねいや本当にね、でも結婚してみたいとか思った人はいなかったんですか、まあご縁ですからね、これもね、うん、なんですけど、やっぱりこういうお仕事をしていると、うん、やっぱり理解がないと難しいと思いますし、ね、本当そう、はい、なんか結婚ね、知ってみたいなっていう気持ちはありますのでね、うん、あ、まあ、ね、女性ですからね、はい、うん、望みを捨てず、ただね、その女性って限られちゃうじゃない、子供、やっぱ結婚したら子供ってやっぱ要求されるし ね、はあ、子供欲しかったら早く結婚した方がいいよ、あ、じゃあちょっと早くしないとですね私それはお姉さんが忠告しときますいろいろ教えてください、わかんないこといっぱいあるのででも本当にあの、はい、あの恋愛はたくさんした方がいいってね、昔からよく言いますよ ね、やっぱりときめく気持ちとか恋する気持ちって大事だから、うん、やっぱり恋はたくさんした方がいいよって、ね、いろんな方に言われます、だんだんときめきがなくなっちゃうから、ときめける間にたくさんときめいてください、はい、そうですね、はい、さとみさんもしてらっしゃいますか、ときめく、ないの今、そうなんですか全くないの、やばいね、そうなんです、はい、なんかだんだんね、なんだろう、そういう男性になんだろう、興味なくなってきたかな、え、そんなことないでしょこんなこと公表していいのかなでも今ね、はい、あの生きることに一生懸命で、いや、あの自分の、はい、だんだんとあの、はい、人生後半になってくると、はい、ね、これから高齢化社会になってきて、はい、うん、そうです ね、これが、一人でいたらね、はい、どうやってこれから食べていかなきゃいけないんだろうっていろいろ考えるわけです、はい、そしたらおちおち恋愛なんかしてる場合じゃないの今も老後のためにどういうふうに仕事してどういうふうにしとけば生きていけるかみたいなことばっかり考えてますね。でも私もね、やっぱりよく考えていかなきゃいけないなって思います。大事、はい、今ちゃんとね、マネージャーさんがいらっしゃって、ね、事務所が今ちゃんとしてらっしゃるから、はい、頑張ります。簡単に突進してください。はい、なんか話がそれましたが、はい、はい、で、ですね、ここからはそうだな、はい、お仕事の告知とかありましたら、はい、たくさん時間ありますからゆっくりね、はい、たくさん紹介してください。そうですね、はい、まあ、この3年椿という歌のキャンペーン中なんですけども、うん、近いところで言いますと、うん、7月も、うん、もう今週ですか、うん、7日の日、七夕の日なんですけども、はい、土曜日ですね、こんにちは、ありがとうございます手を振っていただいて、はい、7月の、7日の七夕の日なんですけども、はい、私が今までずっと20年間お世話になってきた第2のふるさとですね、うん、伊豆長岡温泉で毎年行われております源氏あやめ祭りというお祭りがありまして、あやめ祭り、はい、私あやめ川歌ってるんですけどね、あああのお花のあやめじゃないんですけど、源氏あやめ御前と、あの頼政とのその忍ぶ、うん、あのお祭りなんですよ、で毎年行われている歴史のあるお祭りなんですが、うん、そのお祭りに、うん、あの毎年、まあ、デビューする前からちょっとこうお世話になっていて、うん、もうずっと出させていただいてるんですけども、はい、今年も、7月の6日と7日の2日間なんですけども、はい、うん、土日とあるんですが、うん、私が出演するのは7日の日曜日ですね、はい、お昼の12時10分からが1回目、うん、で、2回目が午後3時からと2回公演なんですけども、はい、歌謡ショーで、うん、出演します。たくさん、じゃあいろんな箇所が出られるんですか、
ですね、私の他に同じ兄弟弟子であります、うん、長谷川慎吾君、うん、そして、もう一人は、大先輩であります、うん、山本譲二さんが出演する予定でございます、はい、あ、なるほど、はい、詳しくはホームページとかブログの方に載せてますので、ね、はい、見ていただければと思います、はい、それからその後ですね、今一緒にですね、うん、ジョイントでいろんなキャンペーンとか落語も一緒にやってる仲間なんですが、うん、六本木ひろしさん、はいはい、これから、はい、そうです、はい、六本木ひろしさんっていう演歌歌手の方が、はい、トーク&ライブショーというのをされます、うん、これは7月の18日の木曜日ですね、うん、東京都新宿区にあります牛込タンス区民ホールにてお昼の2時30分から開演となってまして、うん、はい、六本木さんはですね、おしゃべりもすごく面白い方なんですね、うん、でその他に、うん、女型で、はあ、六本木ひろこさんでも、この人？そうです、同じ人？今チラシにですね、友情出演六本木ひろこって出てますけど、うん、女型でちょっと踊りもやったり、これ同じ方ですか？同じ方でございます。そうなんだ、はい、そうなんです、はい、六本木ひろしさんが六本木ひろこにも変身するということで、私もゲストで出演いたします、はい、ちなみにこの格好でね、出てきていらっしゃって、この形に変身するのに時間かかりますよね、はい、そうですね、六本木さん、もともと着流しで歌われてる方なんですけれど、うんうん、今回のこの親不孝っていう曲が新曲で今歌われてるんですけども、はいはい、そのジャケット写真が黒のスーツですね、うん、スーツ上下で歌ってるので、うん、まあ、スーツ上下で歌う六本木ひろしさんが女型でちょっとこう変身しますので、うん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 、で私とのこうコラボといいますかっていうのもありますので、はい、楽しい、コンサートね、ライブショーになるので、うん、ぜひたくさんの方にですね、はい、見に来ていただきたいと思います、はい、まだまだチケットがございますのでね、はい、場所はどこですか？東京が、場所は東京の新宿区にあります。新宿なんですね、はい、牛込タンス区民ホールですね、はいはい、牛込神楽坂の駅に直結しているところですので、どれくらい入るんですかね、このホールは。ですね、このホールは400人近いんじゃないでしょうかね、はいはいはい、全席指定席になってます、ね、S 席が4000円ですね、はい、前の方ね、前の方はもうほとんどないような感じなので A 席の3000の方がまだ残ってますので、はいはい、ちょっと若干後ろね、はい、ありますので、はい、チケットのお問い合わせ先を話しますね、はい、株式会社大久保音楽事務所までお願いします、うん、はい、03-6416-0231 03-6416-0231 株式会社大久保音楽事務所までチケットのお問い合わせよろしくお願いします。これは前振り込みですか、それとも当日のご予約も大丈夫なんですか？そうですね、こちらの方にお電話をしていただいて、当日の、ね、当日の方でもいいですし、振り込みでもいいと思いますし、うん、当日だから高くなるってことはないですね、はい、全然それは関係ないです関係ない、そっか、この金額のままなので、うん、はいはい、ぜひぜひ、六本木ひろしトーク&ライブショー、ね、はい、に、ゲストで、出演されます、はい、竹川美子さんです、はいはい、7月18日の木曜日です、はい、お昼の2時30分開演ですから、はい、ぜひぜひお越しください。はい、詳しくは、竹川美子さんのホームページとか、はい、ホームページまたブログの方にも載せてますし、ね、はいはい、チェックして、はい、ぜひ、皆さん行ってみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、この着物の雰囲気と全然違います ね、 ね、そうですね、今日はもう本当に髪の毛も下ろしてますし、うん、洋服なので、うん、着物の雰囲気と洋服だと全然また違った、うん、違いますよね、雰囲気、私も違う、ね、全然違う、別人だって言われるんですけど、どうしてもやっぱり着物で歌ってると老けちゃうしね、やっぱ着物のイメージがついてしまっているので、やっぱりお客さんとかにも言われるんですけど、うん、あ、着物の雰囲気と洋服って全然違うわねって言って、うん、分からなくなっちゃったって言われたりします。そうそう、私も着物を着てステージでとかで歌って、はい、帰る時、ね、髪を下ろして、はいはい、こんな格好でガラ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 って言ったら、通りすがる人みんな誰も気がつかないの。そうなんですよね。でスタッフとかでお茶飲んでると、はい、しゃべる声でわかるみたいで、はい、あらとかって言って、そうなんですよね、そう感じになっちゃいますよ ね、はい、まあ、でもその方が行きやすいですね、はい、あ、そうですねギャップというか気がつかれない方が普段は楽じゃないですか。まあでもね、最近ね、はい、ちょっと話飛びますが、なんかフェイスブックとかされてます？フェイスブックはやってないです、ね、ブログだけ、アメーバのブログだけやってるんです。私結構、はい、SNS やってるんですが、はい、やっぱ写真載せると、はい、
その宣伝効果はやっぱすごいですよ。あ、そうでしょうね。たまに、はいね、品川焼から仕事行くのに、はい、ホームでこう、ね、自撮りしてアップしますよね、はい、今品川焼からって仕事をどこどこに行ってきますとかって、うんはい、たらすぐコメントが返ってきて、今ホームで自撮りしてましたねって、すごい僕その後ろ歩いてましたとかって言って、いやっていうか怖い怖いですねお願い、お願いだから声かけてくださいとかって怖いからみたいな。そうですよね。あと地下鉄の何々線の地下鉄に、はい、となんかあの和菓子的な袋を持って、はい、あの立ってましたよねとかすごいチェックされてますねそんなとこまで見られてんの、みたいな。すごい。もう本当ね、お願いだから声かけてくださいって言うんだけど、ね、誰も声かけてくれない。そんな怖いのかな。コメントで、ね、されるよりか、なんか普通に声かけていただいた方がなんかね、ありがたいですよね。嬉しいですよね。だってさ、ね、なんか鼻噛んでたりとか鼻ほじってたりとかしたら。ちょっとなんかこう見にくい格好ですね。そうそう、声かけられるのもちょっと嫌ですけど、見られてると思ったらちょっと気をつけるじゃないですか。そうですよね。ぜひあのね、声かけていただきたいと思います。お願いします。これだけはお願いします。はい、はい、それでは、ここから、はい、恒例の、はい、動物愛護ラブワンコーナーというコーナーを、はい、やっております。はい、ちなみに、はい、みこさんは動物を好きですか？はい、あの飼ったことは昔あるんですけど、うん、そんなにそのなんかこう今飼おうっていうあれはないんですけど、うん、飼ったことあのご実家で、はい、家にいた時に、実家にいた時に、うん、あのインコ、あでもすぐ亡くなっちゃって、だから飼うのがちょっとやっぱりね、なんで亡くなっちゃったんだろう、なんか病気、なんか自然になんか餌も普通にやっていたんですけどね、なんか自然に亡くなってしまって、あ、そうなんだ、だからあんまりその飼うことがちょっとそれからできなくなってしまって、うん、私も小さい時母親がね、インコ飼ってて、あのカゴに入れて外に出してたら、はい、イタチとかにちょっとやられちゃって、あ、かわいそうですね、ね、やっぱり、まあ、生き物だからね、生き物ってやっぱそういうのがあるから、なんかこう亡くなった時の、そうですよね、そう思うんですけど、私もチワワ飼ってるんですけどね、そうですか、はい、いいですね、そっくりだって笑われます、でも可愛いですよね、でね、あの小さい時にうちに、ね、来てくれて、で、あのもうずっと一人っていうか一人じゃない、一匹だけだから、はい、他の犬と接触してなかった、してなかったんですよ、小さい時、はいはい、だから自分のことを人間だと思ってるみたいで、散歩行っても犬とか猫とか仲良くしてくれないんです、はい、あ、じゃあもうお友達ができない、あ、そっか、もう本当に家族っていう感じで接してる感じですよね、もうね、本当子供のように、可愛がってるんですが、今はお家でお留守番ですか？一人でお留守番なの、でね、家に、はい、家にいるともうどこでもついてくるんですよ、もうトイレちょこっと行くにもついてくるし、台所行って洗い物したらついてくるし、でもうじゃあそばにも常にこういたいんでしょうね、で、あのかといって、甘えるわけじゃないんですよ、抱っこ抱っことかあんまりしないの、はい、なんかね、あんまりあの抱っこ、たまに私が抱っこしたくて、はい、抱っこしてギューとかして好き好きとかすると、我慢してずっとね、されるがままになってる、でもその我慢してるのが分かるんですよ、そっかそれがまた可愛いですね、で、下ろすと尻尾バーって振って、もういいいいみたいな、伸びとかして、ただね、ほんと喋れないだけでね、感情も、でも喋れなくてもそういう行動で、なんか会話ができるって、動物ってやっぱあるんでしょうね、だから例えば、でね、お家でおしっことかうんちしなくなったので、はい、朝晩、1日2回散歩に行かなきゃいけないんですけど、はい、ええ、で今梅雨時だからやっぱ雨がバーって降ってくるでしょ、で急にバーっとか降ってきたら、アークっていう、アクアでアークって言うんですけどね、はい、あく、雨降ってきたから帰ろうとかって言ったら、散歩の途中でくるっと回って家の方を向いて帰るの、ちゃんとね、分かってるの、分かるんですね、賢い、そうだ、赤は、そういうのは本当ね、言葉が分かってるから赤はいいなって思うんですけどね、
で、動物愛護ラブワンコーナーっていうコーナーをなぜ作ったかというと、はい、まあ、私が犬を飼うようになって、SNS でいろんなこう情報とか今入ってきますよね、はい、聞いたり見たりするので、本当にあの動物虐待がひどすぎて、はいね、映像とか、アメリカとかもそうなん、日本でもそうなんですけど、はい、まあ、多頭飼いしていて放棄した人だとか、はい、あの自分が飼っていたんだけども飼えなくなったから、旅行に行くからって、はい、保健所持ってくる人がいるんですよ。ありえませんよね。で、保健所に連れてったら、はい、殺処分されちゃうの分かってるんですよ。それはね、でね、あのこの間ちょっとあのアメリカの人なんですけど、はい、赤ちゃんをペットショップで買って、はい、でその人は家にも何匹もいるんですけど、うん、赤ちゃんで自分のうんちを食べちゃったらしいんですよ、ね、はい、でこんなことされたら自分の犬たちも自分のうんち食べるから困るって言って、その赤ちゃんを連れてきてペットショップに返すって言って、はい、自分のバッグから取って投げちゃったの、バーンって、こんな子いらないって。やだ、ぬいぐるみじゃあるまいし、そうですよ、かわいそう、かわいそうに、で壁に当たって下に落ちちゃって、で頭を打って死んじゃったのね。いやー、なんてひどいことすんだろう、ね、自分も飼ってるのにちょっとね、どうしたんでしょうね。もう本当にあのぬいぐるみかなんていうの、本当にもうペット感覚、ちゃんと命があるっていうことをね、そうですよ、大事にしないとしてほしいですよね。だから私なんか本当にあの犬を飼ってから、はい、地方になかなか行けなくなっちゃって、あ連れて行くことってできないですもんね、そんなにはね、まあ、どこでもいいわけで誰でも好きなわけじゃないので、で 2,3 日の営業とかは、ペットホテルに預けてたんですよ、そうすると、あんまり預けられることに慣れていなくて、であの他の犬とか猫とか仲良くできない体質だから、もうご飯は食べなくなるわ、お水も飲まないわ、で3日後に迎えに行ったらもうガリガリになって、でボサボサになって、で動物臭くなって、あんたは野良ちゃんかっていう状況で帰ってくるんですよ。それもまたかわいそうだね。もうそれをね、何回も体験してるから、なんかね、本当に営業に行けなくなっちゃってね、気になっちゃいますしね、またね、それが預けても、もう常に電話してて、私がご飯食べましたかみたいな感じで、もう気になってしょうがなくて。ですよね。で、まあ、今長期営業はしておりませんので、日帰りで帰るお仕事くださいみたいな感じ、連れて行けられる、ね、ところだったらまたいいんでしょうけどね。そうそうそう、ホテルとかもね、ダメだしね、そうですよね、そうなんですよね、まあ、そういう部分では本当にね、あの飼うと、あのやっぱり制限ね、生活に制限が出てくるんですが、でもその分とっても癒してくれますし、そうですよね、一人でいるとね、かわいいな、そう、話し相手になってくれるし、でね、ちょっと落ち込んだりしてると、そういう時はちゃんと寄ってきて、やっぱ分かるんでしょうね、ママ大丈夫ってこう舐めに来るんですよね、もうね、14歳でおじいちゃんなんですけどね、まあ、これがね、もう長いですか、その飼ってからは。飼ってだって1歳、赤ちゃんの時に来てるから1ヶ月半で来ちゃった、普通今は3ヶ月経たないと飼えないんですね、親からあの早く話しすぎると免疫が落ちちゃって、やっぱお母さんのお乳を吸って免疫力が高まるんですけどね、でそれ昔はそのなかったんですよ、何ヶ月っていうのが、1ヶ月半で来て、もうほんとこんなちっちゃくて、だから弱かったのね。じゃあ今はもう結構、今チワワなのにでっかくて5キロあるんですよ。チワワって大体 2.5 キロぐらいなんですけど、じゃあちょっと大きくしちゃったの。ね、体が弱かったからご飯一生懸命食べさせて、じゃあいっぱい食べて大きくなったんだ、いっぱい運動させたら、チワワなのにもう手も太いし、体もでっかくなっちゃって、でっかくなっちゃったんですけど、はい、そんなわけでね、今一生懸命チワワと暮らしておりますが、でそういう感じで、いろんな情報がこう目にしたり耳に入ったりすることにより、なんかね、なんか私ができないかなと、ということで、せっかくラジオ番組持ってるので、じゃあこのね、番組を生かして、なんか伝えていけたらなって。いいことですよね、同じやっぱりそういう動物を飼ってる方もいるでしょうから、そういう人たちもね、同じ気持ちになって、そう、まだ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 あの動物愛護、世界
的に、はい、まあ、本当皆さんね、一生懸命頑張ってるいらっしゃるところ、はい、真剣に頑張ってるけれども、はい、動物愛護そのセンターっていうところも本当に何だろう、そういう補助が降りるんですね。それを目的でそういうことをする人もいるので、うん、本当にもうね、今世の中本当にね、いろんな人がいるんですけど ね、本当に動物愛護をやってる方は利用しないで、くださいっていうことも言いたいですね。犬とか猫とかペットはなるべくペットショップで飼わないで、うん、そうやって捨てられちゃった犬とか猫とか、うん、赤ちゃんがいいね、はい、赤ちゃんも今たくさん捨てられてる、袋に入れた、生きたまま袋に、コンビニの袋に入れて結んでゴミ、生ゴミで捨ててるんですよ。それまん考えられないですよね。いやもう信じられない、信じられない、本当にそういう人がたくさんいます。まあ、人間でもね、そういう事件ありますけどね。そうですね、自分のね、そう、自分が産んだ子供をね、うん、そうやってこう置き去りにして捨てちゃったりとか、捨てたりっていうこともね、最近でもありましたけどね。もうね、そういう捨てないで、もうお願いだから本当ですよ、大事、命を大事にしてほしいです。そう、本当に ね、そういう捨てるんじゃなくて、うん、もう本当にどうしようもない時は、うんうん、そういうセンターの前にちゃんとね、うん、寒い時は暖かくして置いて帰るとか、手紙を書いておくとか、うん、あとそういう人間の赤ちゃんを病院の前に置くとか、うん、ね、本当そういう風にしてほしい。そうですよね。そしたらなんかこう絶対生きる道があるので、うん、もうね、本当にそういうね、そういうことしちゃうと、もう別に殺されてる、来るために生きてきてるわけではないので、そういう命を本当に大事にしてほしいなと思いますよね。はい、でまだちょっとね、時間があるんですが、はい、今日は、動物の、はい、占いっていうのを見つけまして。動物占いですか。そう、動物占いなんですが、竹川さん、はい、竹川さんは、はい、美子さんは、はい、何月まででしたっけ。私は1月の6日。1月ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、お正月に生まれました。お正月ね。じゃあ大体お正月と一緒にされません。そうなんですよ、誕生日プレゼントとお正月の、まあ、お年玉とプレゼントと、うん、まあ、もうちょっと言ったらクリスマスのあれもってなんか一緒に全部一緒になっちゃいます。大牛座ですかね。ヤギ座じゃない。ヤギ座か。はい、ヤギ座ですね。12月22日から1月19日生まれのあなた、ヤギ座ですね。ヤギ座です。は柴犬なんですって。あ、なんかでも柴犬っぽいよね。美子さんね。そうです。言われません。で、犬顔だし。うん、ね、古風な魅力を持つ、はい、お牛座は、ね、いや違う、ヤギ座は、はい、日本を代表する和犬、柴犬です。柴犬は昭和11年に日本の天然記念物に、指定された歴史を持つほど伝統的で格式高い犬です。はい、賢く忠義心が強いところもルールを守り、組織に尽くすヤギ座さんとよく似ていますだって。そうですか。うん、そうなの。いや、あんまりそんな意識したことないし、わかんないですけど。組織だからちゃんと忠実にね、されるね、多分ね、うん、まあ、まあ、黙々とというか、なんでしょうね、コツコツなんかこうマイペースに。でも AB 型なのにね。そう、 AB 型です。A になったり B になったりって。でも AB 型って結構自由気ままに生きたいタイプなんだよね。はい、あんまり縛られるのでも嫌でしょ。縛られるのはあんまり好きじゃないですね。それも彼氏とか結婚できない原因かもね。そうなんですかね。はい、のような気がする。ちょっとね、私の言ってもいいですか。はいはい、私は8月1日生まれの、はい、あ、獅子座ですね。獅子座なんですよ。獅子座はポメラニアンだって。お、天性のスター気質である獅子座さんは、そうかな、はい、陽気なアイドルポメラニアン、陽気は当たってますね。いいですね。これ自分で言うのちょっと恥ずかしいんですけど、ルックスの愛らしさと表情の豊かさは多くの人にを虜にし、ありがとうございます。いや、でもそうだと思います。本当、うん、かつてイギリスのビクトリア女王も可愛がっていたことで有名になりました。よく吠えるところも、あ、
多分私ね吠えてますか。あのね違うことは違うって言っちゃうんですよ。収めてられないの。あでもそれはいい大事なことだと思いますから。あのね、はい、そうなんですよ。いいと思います。うん、はい、じゃあそれは長所であり欠点でもあるんですけど、本当は弱気な強がり屋さん、獅子座さんとよく似ていますとか言われちゃいましたが。なるほど、うん、へー。ちなみにこの前後で、うんうん、これは蟹座かな、6月22日から7月22日生まれのあなたは、蟹座ですね、うん、秋田県。蟹座さんの方います？いないか。いないですかね。いないかは秋田県。じゃあ、うん、ざっとざっとちょっと紹介していきましょう。蟹座はね、あの身内にいます。いる？あのうちの父親が。あ、そうなの、はい、蟹座でした。じゃあちょっと読ませていただきます、はい、秋田県の蟹座さんね。穏やかで忠実なイメージの強い秋田県ですが、はい、実は蟹座さんのように警戒心が強く、うん、排他的、排他的なんですだって。どういう意味？その理由は家族を守ろうとする意識が強いから、うんうん、身内愛にあふれた蟹座さんの気質にそっくりです。あ、合ってますか？お父さん、なんかそういうのあるかもしれないです、うん、モフモフでボリュームのある容姿も丸みの出やすい蟹座さんの雰囲気です。お父さんそう？あ、丸っこい、丸っこいっていうか私顔そっくりなんですよ。あ、そうなのね。父親にそっくりだって、もう会ったら、あのお父さんそっくりやねって言われる。親子って、親子ってすぐ分かります。小さい時じゃあ迷子にならずに済んだというね、はい、顔で、はい、という感じです、はい。では乙女座、8月23日から9月22日生まれのあなたはトイプードル。知的で上品な乙女座さんはトイプードルです。トイプードルは、物覚えがよく、従順で物覚えがよく、噛んじゃいました。しつけのしやすい優等生、特別愛想を振りまくことはないですが、無駄吠えや威嚇もしない落ち着きを持っています。巻き毛のお手入れが欠かせないのも綺麗好きな乙女座さんのイメージとぴったりです。なるほど。天秤座、9月23日から10月23日生まれのあなた、ゴールデンレトリバーね、うん、で、サソリ座さん、10月24日から11月22日生まれのあなたは、うん、シェパード、警察犬ですね、うん、ちょっとね、じゃあざっくりいきますね、はい、いて座さん11月23日から12月21日生まれのあなたはボーダーコリー。ボーダーコリーってね、すごい頭いいの知ってます？いや、あまり分かんない。前ね、私ちょっと、ね、はい、横浜に住んでたことがあって、ボーダーコリーを飼ってる方がいて、はい、その人がすごくうまくて、はい、デビュー曲歌われてた方なんですけど、はい、あ、そうなんですね。ボーダーコリーを飼ってて、すごい偉いのが、はい、信号ちゃんと分かるの。人間でもあの信号で赤に、はい、赤でも人がいなかったり、はい、車が全然いないところだと、はい、まあ、いいかなみたいな、行っちゃえみたいな感じで行く時もありますよね、はい、ありますよね。賢いの、全然ちゃんともうね、信号が赤だと伏せしてずっと待ってるの。夏でも冬でもずっと待って、はい、で人が通っても絶対行かない。で信号が青になるとパッと来て、タッ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 て。なんて賢いでしょ。本当ね、そういうね、あのワンちゃんたちを見るとね、うん、偉いなって。もう本当に人間に従順だし、うん、はい、ね、すごい思います。でね、私の、チワワ、はい、チワワちゃん、チワワちゃんは、チワワちゃんはどこだ、何座ですか？チワワは、あ、双子座だ。5月21日から6月21日生まれのあなたはチワワです。頭の大きさの割に脳が発達していると言われるチワワは、賢い双子座さんそのもの。好奇心旺盛でよく動き回るのが特徴ですが、体力はないので双子座さんのように効率よく頭を使うようになったのかも。うるうるの瞳で一世を風靡したあの CM もトレンドが得意な双子座さんの魅力と一致します。
やっぱチワワってやっぱ頭いいんだね。頭いいんじゃないですか、うん、本当に、うん、あの空気も読むし、あのどこまで甘えていいのかっていうのもちゃんと分かってる。甘えて、はい、こう顔をじっと見て、うん、で私あんまりね言うこと聞かないと、うん、はい、怒るんですか。怒る。そうするとパッてもう分かったってまた甘えるの怒ったのが分かるんだ。分かるの。あ、分かった、ここまではダメなのねみたいな感じで、なんか目がすごいね、こう特徴があるというか、そうなの、ね、たまにポロッと泣いたりしますけどね、うん、はい、そんなこんなで、今日はね、はい、長い時間50分間どうもありがとうございました。 ました、 またぜひ遊びに来てください、はい、またよろしくお願いいたします、はい、新曲頑張ってください、はい、竹川美子さん今日のゲストでした。今日は、里見しのぶのエンパラダッシュ、エンパラダッシュ回りすぎちゃった、お別れの時間が近づいてきました。この番組は美を追求するメディカルサロンアクアの提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見しのぶで青の青をお聴きください。次回の放送は7月8日月曜日午後4時までです。それまでさようなら。さようなら。